波紋の筒井真理子さんですおめでとうございます本日三度目の登場となります磯村隼人さんです皆様拍手でお迎えくださいいやありがとうございますい昨日消えてしまいました <laughs> 磯村さんはこちらの波紋では筒井さんの息子役で出演されておりましたあの環境でね息子の心情っていうのは複雑だったと思いますとても印象的な親子関係を見せてくださいました磯村さんありがとうございましたどうもありがとうございます筒井<あ>さん改めておめでとうございます今のお気持ちをどうぞ、はい、どうもありがとうございますあの。 賞をいただくためにお芝居をしたことはありませんが、賞をいただくと嬉しいですね。<laughs> すみません、ここちょっと笑うとこだったんですけど、<laughs> えあの本当に心から映画を愛している方々からこのような賞をいただきまして、心から光栄に思います。あの今現場でで映画とかドラマの撮影をしているんですけれども そこにいる役者さんがあの本当にいい賞を取ったねと心から祝,して祝福をあのしてくださいます。えー、ありがとうございますで、えー、まず、えー、荻上監督の、えー、台本を最初に読んだときに、えー、さっきまでねあの、冷静だったんですけど、急に心臓がドクドキしてきて、<laughs> すいません。あの <laughs> 小木監督の本を読ませていただいたときにあの何しろ素晴らしくて、えー、なんか社会風刺をコメディにしながらあの一番秀逸なのがあの宗教に救われるのではなくて木の花さん演じる、えー、どこにでもいる掃除婦の方に救われるというあのそれが本当に鮮烈で何かな そんな、えー、それを救われる役なんですけれども、えー、そんなより子の役を演じさせていただいて本当に心から感謝しております。はい、であの撮影の時も本当に信頼できる監督ともう素晴らしい共演者の方々でもう緊張感のある中で毎日楽しい日々だったんですけれどもこうやってまた。 1>, 1年以上経って、あのこの平和な、今、世界が大変な時に、平和な日本でこうやって、えー、皆さんとこの会場に来てくださった方々、も祝福してくださるということが、本当に心からありがたいなと思いいまますす、えー、今日は本当にあありりががととうううごござざどもいます。 それでは伊藤選考委員を交えてお話を伺います、えー、受賞の決め手となった演技について教えていただけますか。もうそれは皆さんお別れだと思うんですよ。で、筒井真理子さんと言いますと縁に立つですとか横顔ですとかもうさまざまな映画に出てらっしゃってそこでも評価はされているんですけどもこんなに立っているだけで面白いことをやってくれそうな女優さんっていう風うにいつも期待して見させていただいていてい今回の荻上監督の作品の中では、はい、それこそ。 癖者の名俳優の皆様たちがずらりと並んでいる中でまた見事なまでにこうこう感情を表情だったり行動だったりでもう逐一見せてくれるという面白かったんですもうそれが本当に言葉に尽きるんですけれどもたくさん引き出しがありすぎていくつ持ってるんだろうって毎回思っておりますけれども今回の作品でも堪能させていただきました本当にありがとうございました。 選考委員からのお言葉をお聞きになって、どうお感じになります、はい、そうですね、でも、いつも毎回毎回、なんでしょうあの、本当に私、自分自身が個性がないと思っているので、もう役に埋もれたいといつも思っておりまして、その何こう役を探っていく作業がとても楽しくて、こう私っていう人間はとってもちっちゃくて、あのなこう狭いんですよね。 でもこう自分が言いそうもないセリフとか例えば DV のお母さんの役だったりとかって自分から遠いところのその気持ちを探っていくことが何しろそうですねそれがあのそうつながっていたらいいなと思いますしその本当にちっぽけな自分の脳みのそがあっこういう気持ちだったんだっていう時にメリってちょっとだけ大きくなってたような気がするんですね。 それがとっても幸せで、えー、素敵な瞬間で続けているんですが。それをさとりさんのようにそう思ってくださるのもありがたいです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。改めておめでとうございます。筒井真理子さんでした。